こんにちはか先生です。はい、今日の日本語チェックです。はい、私の部屋がきれいです。たくさん本があります。本を読みが大好きです。はい、このね、チェックポイントは今日は2つです。2つ。はい、じゃあ1つ目、これです。私の部屋がきれいです。がもう1つ、2つ目。 本を読みが大好きですはいこれがポイントじゃあチェックしましょうはいまず私の部屋がきれいですこれはですね部屋がきれいですじゃなくて私の部屋はきれいですこれが OK ですねは、うん、とがはちょっと難しいですけど今日のこの文の時ですよ は私の部屋が綺麗ですこの場合は今見ているものがだから今私が私の部屋を見ます。それでああ私の部屋が綺麗です。これが私の部屋が綺麗です。私の部屋は綺麗ですは。私の部屋じゃありません。今私の部屋見ません。でもなんか友達と私の部屋は綺麗です。 これは話のトピックですね。今、私の部屋の話をしますね。はい。でも、この時は、私,今私,の,部屋私の部屋がきれいです。は、まあ、ちょっと変ですよね。だから、今話をしますね。私の部屋の話。ですから、これです。私の部屋はきれいです。今話しているものが私の部屋。私の部屋が話のトピックです。は、 なになになにとなります。はい、OK ですかだから、私の部屋はきれいです。これで OK。はい、この時ですよ。ーとがの意味たくさんありますけど、この時、今日はですよ。今日、この時ね。はい。でもう一つ、本を読みが好きです。これね。これはね、簡単ですよ。はい。あ はい、そうですね。これね、ナオンプラスパーティコンなんです。でも、読みが好きです。これは、バーブですよね。だから、バーブはディクショナリーフォームのパーティクル。だから、読むのが好きです。それで、読むのが好きです。はい。読みが好きです。これだめですね。読むのが好きです、はい。バーブはディクショナリーフォームの プラスー、ね、をつけましょう。はい。じゃあちょっと練習します。はい。え、田中さんはがどこにいますかキッチンにいます。これはどうですか田中さんはどこにいますかはい。これは田中さんはどこにいますかですよね。はい。 今見ているものが田中さんじゃないしあとはまあ話のトピックが田中さん田中さんはって言ってるからねはいはいじゃあこれはあ,あそこに田中さんはいますねあそこに田中さんがいますねこれははいこれはこれですねはいなぜ今見ているものが何々だからねはいあそこに田中さんがいますねはい OK でしょうか。じゃあもう一度今日の文を読みましょう。私の部屋は綺麗です。たくさん本があります。本を読むのが大好きです。はい、それでは今日もありがとうございました。またね。